If not, I had found the number 51 in the picture, I might have decided that the mountain on the background of the picture is a Dolomite or Dolomite Mountain in northern Italy. If there was not number 51 in the picture. However, because I found the number 51 in the picture, I decided that the landscape on the background of the picture was a Martian ice caps. Se non avessi trovato il numero 51 nella foto, avrei potuto decidere che la montagna sullo sfondo della foto è la montagna Dolomite nel nord Italia. Se non ci fosse il numero 51 nella foto. Tuttavia, poiché ho trovato il numero 51, ho deciso che il paesaggio sullo sfondo dell'immagine era rappresentato dalle calotte di ghiaccio marziane. もし私がその絵の中に51という数字を発見しなかったら、私はその絵の背景に描かれている山をドルミテ山と、あるいはドルマイテ山と判断したかもしれません。もしその絵の中に51という数字がなかったならです。が、51という数字を発見したために、私はその絵の背景に描かれている風景が火星の氷冠であると判断しました。51というのはユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。広し林、浜松シティ、ジャパン。イタリア在住のレトロモダンアートさんという方からこんなコメントが届きました。ダ・ヴィンチの描いた聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのはですね、ドルマイテ山あるいはドルミテ山ではないかということなんですね。またイタリアでは一般にそのように考えられているようです。そこで私はもう一度調べ直してみました。で、ここにも言いましたように、もし51という数字をその絵の中に発見していなかったならばですね、私はこの方の意見に同意し賛成しただろうと思います。が、今ご覧いただいているようにですね、聖アンナと聖母子の絵の背景、向かって左側の黄色い四角部分にはですね、51という数字が隠し込まれていました。51というのはユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。つまりこのような形でですね、1500年後のカイン・キリストはこの絵の背景に描かれているのは火星の風景なんだよと、まあそのように伝言を残してくれたということになります。となるとこの風景はどこかということになりますが、私はやはり火星の氷冠であると考えています。
では比較してみます。左上がですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景です。下が北イタリアのドルミテ山、ドルマイテ山の、まあ、写真ということになります。で、比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。ただ全体のスケールはですね、ダヴィンチの絵の方が広い、大きいということになります。ドルミテ山というのはこの部分だけを見るとですね、まあ、大変よく似ていますが、スケールという点から考えると比較にならないほど狭い、小さいということになるのではないでしょうか。まあ、似て非なりとまではいかないにしてもですね、まあ、判断がつけがたいということですね。で、もしこのダヴィンチの絵の中にですね、51という数字、今ご覧いただいてますけども、を私がですね、発見しなかったとしたら、私はやはりダヴィンチの絵の背景に描かれているのはドルミテ山、あるいはドルマイテ山だったというふうに、だというふうにですね、判断していたかもしれませんが、しかしこのようにですね、51という数字を発見したということです。となると、やはりこの山は地球上の山ではなくてですね、火星のいわゆる氷冠であると判断することの方が私にとっては居心地がいいといいますか、正しいのではないかと考えています。あまりにもね、私の説というのはまあ、一般世間の、ね、常識からかけ離れていますから。しかし裏を返して言うとですね、まあ、そうした風景をですね、1500年後のカイン・キリストが書いたがゆえにですね、意味があるのではないかと私は考えています。というのもですね、51にまつわる謎はですね、この絵だけではないということです。それについて少し回り道をしますが、どうか続く動画をご覧になってください。51の意味が皆さんにも分かっていただけると思います。と同時にですね、この聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのが氷冠であるという説明動画はその後につなげておきます。 Bye for now。Jesus Christ, who descended to earth in the Renaissance, left many messages to us humans. Some of these messages were here, being hidden in secret in some artist's masterpiece. Here you see secret numbers in the paintings, such as 51, 61, 81, and 131, which can be read in Jewish Gematria, 51 for Mars, 61 for God, 81 for Venus, and 131 for Inanna. Then you can see a panoramic view of Mars in some of Leonardo's paintings, as well as Mona Lisa and the planet Venus in Antonio Campi's painting. Also, Jesus shows himself as his own self-portrait in Saint Jerome and Maria herself. Then Jesus Christ, after 1500 years, gave a very important message to us human beings in the future, like us, that someday you will reveal these facts and you will know these facts. Then you will know what I was and then what you human beings are. 1500年後のルネサンスの時代に再臨したイエスは、さまざまな形で私たち未来の人間に多くのメッセージを残しました。その中の一つが絵画に隠し込まれた数字ということになります。これらの絵画の中には51、61、81、131という数字が隠し込まれていました。51は火星、61は神、81は金星、そして131はユダヤのゲマトリアによればシュメールの
異難なを意味します。ですからダヴィンチの絵の背景には火星の風景、カンピの絵の中には金星がそれぞれ写真のように正確に描き込まれていました。つまりいつの日か君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。そしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろうと。それが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストから私たち未来の人間に残されたメッセージということになります。広志林、浜松市、ジャパン。Jésus qui est descendu sur la terre à la Renaissance nous a laissé, êtres humains, de nombreux messages importants. Certains d'entre eux sont présents dans des peintures d'artistes tels que Léonard de Vinci, Michelangelo et Antonio Campi. Dans les peintures de Léonard de Vinci, Jésus a laissé les numéros 51, 61 et 131, chacun signifiant Mars, Dieu et Inanna en guématrie juive. Dans le tableau d'Antonio Campi, vous voyez également le numéro 81 qui signifie Vénus. Ensuite, vous pourrez voir des vues panoramiques de Mars dans les peintures de Leonardo portant le numéro 51 et de la planète Vénus dans les peintures d'Antonio Campi. Vous pouvez voir le numéro 61 dans Saint Jérôme et le numéro 131 dans l'Adoration des Mages qui indique que Saint Jérôme sur la peinture est Jésus lui-même et Maria est Inanna elle-même. Croyez-le ou non, le moment est venu pour nous, êtres humains, d'accepter ces faits tels qu'ils sont. Puis Jésus dit, un jour vous connaîtrez ces faits et vous saurez ce que j'étais. Je comprends que c'est son message. Gesù che discese sulla terra nel Rinascimento ci ha lasciato, esseri umani, molti messaggi importanti. Alcuni di loro ci sono in dipinti di artisti, come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Antonio Campi. Nei dipinti di Leonardo, Gesù ha lasciato numeri 51, 61 e 131, ognuno dei quali significa Marte, Dio e Inanna nella geometria ebraica. Anche nella pittura di Antonio Campi vedi il numero 81, che sta per Venere. Poi puoi vedere le vedute panoramiche di Marte nei dipinti di Leonardo con il numero 51 e il pianeta Venere nella pittura di Antonio Campi. Potete vedere il numero 61 in San Girolamo e il numero 131 in L'Adorazione dei Magi, che indica che San Girolamo nel dipinto è Gesù stesso e Maria è la stessa Inanna, che ci crediate o no. È giunto il momento per noi, esseri umani, di accettare questi fatti così come sono. Allora Gesù dice che un giorno conoscerai questi fatti e allora saprai cosa sono. Capisco che questo è il suo messaggio. Jesus Christ, who descended on earth in the Renaissance, left us human beings many important messages. Some of them are there in the paintings of artists such as Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, and Antonio Campi. In the paintings of Leonardo, Jesus left us numbers 51, 61, and 131, each of which means Mars, God, and Inanna in Jewish gematria. Also in Antonio Campi's painting, you can see number 81, which stands for the planet Venus. Then you can see panoramic views of Mars in Leonardo paintings with number 51 and the planet Venus in Antonio Campi's painting. You can see number 61 in Saint Jerome and number 131 in the Adoration of Maggie, which indicates that Saint Jerome in the painting is Jesus himself and Maria is Inanna herself. Believe it or not, now is time for us human beings to accept these facts as they are. Then Jesus says,
someday you will know these facts and then you will know what I was. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance.ではもう一度最初から日本語で説明します。1500年後のイエスはルネサンスの時代に地球に現れて、さまざまな形で人間を指導しました。その中の一つが絵画に隠された数字ということになります。がしかしこの数字は私たちのようなですね、未来の人間に対するメッセージであったと私林浩司は判断しています。例えば今ご覧いただいているのがセント・ジェロームの絵ですけども、この絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61はユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームを題材にはしていますが、神自身の姿であるというふうに解釈できます。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。61です。次に岩窟の聖母ルーブル版です。この絵の中には51という数字が隠し込まれていました。マリアの向かって左側です。明度を上げるとその字が見えてきます。普通では見えないと思われます。でここに51という数字が書き込まれています。51です。やや見にくいですが、他の数字と比べてみるとそのコンセプトが同じであることがわかります。つまり共通性を持ってつながっているということですね。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。そしてモナリザの中にも51という数字が書き込まれていました。この部分を右に大きく拡大しました。そして左右を反転してし明るくしますと、そこに51という数字が浮かび上がってきます。51は繰り返しになりますけれども、火星を意味するユダヤのゲマトリアです。ですからこのモナリザの絵の背景は上下反転してありますけれども、火星の風景が正確に描かれています。上下反転してあります。で、次に今度は聖アンナと聖母子です。この絵の中にも51という数字が書き込まれていました。この黄色い枠の中です。やや見にくいですが、51という数字がこの矢印の間に見えます。51です。活字のように正確に描かれていますが、この背景はどこかということになるわけですけども、火星の風景と私は判断しています。つまりこの聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれていたということになります。それについてはもう少し後に詳しく説明します。そしてこれがアントニア・カンピの描いた、イエスの劇場の秘密と題された絵です。この黄色い枠の中にも、やはり、数字が書き込まれています。81という数字です。1569年ですから、ダ・ヴィンチのずっと後の画家ということになりますが、やはり同じ手法で81、すなわち11種ゲマトリアによればですね、金星を意味する数字が書き込まれていました。ですからアントニオ・カンピの右上には金星が描かれていました。さらにこれはダ・ヴィンチの作品のカーネーションの聖母マドンナ・ウィザ・ピンという題の絵です。この絵の中にも51という数字が書き込まれていました。この図だけではですね、51かなというふうにも見えますが、他の数字と比較してみるとこれが数字であることがわかります。この背景にも火星の風景が描かれている、いたと私林浩司は判断しています。そしてこれは東方三博士の礼拝と呼ばれている絵です。ダ・ヴィンチの作品と言われています。この矢印のところにその数字が書き込まれています。黄色い枠の部分です。そしてこの黄色い枠の部分を拡大し180度回転してみます。するとそこには数字が浮かび上がってきます。131という数字です。131はやはり11種ゲマトリアによればイナンナを意味します。つまりここに描かれているのはイナンナですよという意味です。つまりマリアイコールイナンナ説、イナンナイコールマリア説がこれで裏付けられたということになります。
131です。この数字の書体はですね、セントジェロームの中に描かれている61の書体と一致します。こうして並べてもう一度皆さん、しっかりと確認しておいてください。一番左の文字とですね、一番文字右の文字が、書体が同じということです。61は神、51は火星、81は金星、そして131は異難なを意味します。つまりこれがですね、1500年後のイエスから私たち人間へのメッセージということになります。そして書体を比較してみてください。先ほどどうそうかなと思われる、岩窟の聖母の中の51などもですね、こうして比較してみると同じ書体で書かれているという点でやはり51と判断できるわけです。で、それぞれの絵について簡単に検証してみます。この数字が何を意味するかですけども、51は火星を意味します。そしてヤング・モナリザの絵の背景には火星の風景が正確に描かれています。従来下が山で上は空というふうに考えられていましたけども、下は崖で上は大地ということになります。その左の絵はですね、絵といいますか写真ですけども、これは NASA が火星で撮ってきた写真です。右はヤング・モナリザの絵の背景に描かれていた、私林博士は火星のパノラマ風景であると判断している絵です。そしてこれがアントニオ・カンピの、絵ですけども、この中には81という数字が書き込まれていました。81は金星を意味します。ですからアントニオ・カンピの右上には金星が正確に描かれていたと私林博士は判断しています。左がアントニオ・カンピの中に描かれていた、謎の物体ということになります。右が金星の実際の写真ということになります。比較してみると分かっていただけると思いますけども、アントニオ・カンピの絵の中には正確に金星の様子が描かれていたということですね。ただアントニオ・カンピの絵の方にはですね、もう一つオーバーレイの形で別の模様が書き込まれていますから、その別の模様は取り除いて考えていただきたいと思います。ともかくもこのように、その部分を、取り除いて比較すると、アントニオ・カンピは金星の様子を正確に描いていたということがこれで分かります。なぜこのような、絵をですね、アントニオ・カンピあるいはダ・ヴィンチが描けたかなどという野暮な質問はどうかなさらないでください。つまりこれらの絵はですね、神すなわち、が描いたということですね。そしてこれは聖アンナと聖母子ですけども、ここにも51という数字が書き込まれていました。そしてその背景には火星の様子が描かれていると私林博士は判断しました。つまり火星にもですね、このような風景があるということですね。右下がですね、火星の氷冠です。北極には、水もしくは二酸化炭素でできたこのような氷冠ができているということが最近の探査によって分かりました。中央下がですね、上空から撮られた氷冠の写真です。上はですね、斜め上空から見た、風景ですからやや違って見えますけども、詳しく見ていくとですね、違いがないという点で同じと判断しました。色の感じも同じです。従来一般説によればですね、アルプスのどこかの一部だというふうに言われていますけども、私は氷冠の一部であると判断しました。つまりこのような形で、ダ・ヴィンチはですね、火星の氷冠を描いてその中に51という数字を隠し込んだということです。そして岩窟の聖母です、ルーブル版ですけども、この中にも51という数字が隠し込まれていました。そして右上を見ていただきたいんですけども、これは私は火星の地下基地の様子であると判断しています。空にですね、ドーム状のものが描かれていて、そして、空には枯れた葉っぱのようなものが描かれています。水中というふうに判断できます。そして今青枠で囲った部分ですけども、これは基地の様子であると判断しました。ドーム型のですね、建物が2つ重なって描かれていて、そのドーム型の建物から通路のようなものが伸びています。そして窓らしきものも表現されています。そして窓はですね、地球人の窓とは違ってですね、どこかクリスタル的な窓のような感じがします。皆さん自身の目で見て判断してください。
で結論ということになります。イエスはこのような形でさまざまなメッセージを残しましたが、特に重要なのが一番左の61、そして一番右の131ということになります。セントジェロームの絵の中に61という数字を書き込みました。セントジェロームを題材にはしていますが、これはセントジェロームではなくて神自身ということになります。そしてイエスイコールマルドク、そして右のマリアイコールイナンナであることを、このような形で示したということになります。そのことを知っていたのがジロジオ・バザーリということになりますが、この絵もまた1500年後のイエスによって描かれたものと私は判断しています。それはともかくもこの中にバホメットイコールマルドクイコールイエスが描かれています。向かって左側です。そして地球のような地球儀を挟んでですね、地球を挟んで向かって右側に羊が描かれています。すなわちイナンナ、すなわちマリアということになります。このような形でですね、1500年後のイエスは、この時代の世相というものをですね、私たち未来の人間に残したということになります。その証拠の一つがこの数字ということになるわけです。つまりこのような形で1500年後のイエスは私たち未来の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう、その時君たちが私が何であったかを知るだろうとですね、と同時に君たち人間は何であり誰であるか知るだろう、そして君たち人間はどこから来たかを知るだろう、君たち人間よ、君たち人間は神の息子であり娘なんだよとです。Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return. There have been many different interpretations about these quotes by Leonardo da Vinci. Someone claims that when you learn your worth,You will never settle for less than what you think you deserve. Or, when you travel for the first time, and you get to experience something put of pure ordinary, you feel the need to learn more, to get a taste of that different culture, to meet new people to explore. Another man writes that, There are so many examples, I thinkThe sky here mentioned in Leonardo's words represents the first time you try something new that you really like. Something that becomes a part of you. And once you get to that point, there's no way back, of course, or etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, just suppose that. Why not?Do these people read Leonardo's words as they are? Leonardo wrote, Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return.レオナルド・ダ・ヴィンチはこう書き残しています。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ、だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよと。が一般的な解釈によればこれは比喩的な表現であって、ダ・ヴィンチは空を飛んだとは言っていないと。例えば何か新しいことができるようになるともう後戻りできなくなるというようなことを比喩的に表現したものだと。どうしてこうした人たちはそこに書かれていることを素直にそのまま読まないのでしょうか。ダ・ヴィンチはこう言っているのです。一度空を飛ぶのを楽しんだことが
ある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋い焦がれるようになるからだよ、と。広し林、浜祭り、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の、言うなれば、操り人形芸術家が火星へ行っていたかどうかということについてはわかりませんが、しかし、この絵を描いた人物は火星へ行っていたということになります。聖アンナと聖母子の絵です。この絵の左側に51という数字が書き込まれていました。51、つまり11種ゲマトリアによれば火星という意味です。で、この絵の背景に私林浩司は火星の様子が描かれていると判断しました。火星の北極にはポーラーアイスキャップス、つまり氷冠、つまり氷の冠と呼ばれるものがあることが分かっています。右下の火星の写真にそれが見られます。そして拡大し、上空から見たのが中央下の写真ということになります。この写真と聖アンナと聖母子の中に描かれている風景と比較してみると、その雰囲気が大変よく似ているのがわかります。ただし下の写真は真上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵に描かれている風景は斜め上空から見た景色ということになりますが、しかし大変よく似ていることについては皆さんも納得していただけるものと思います。で、私林浩司は聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の氷冠が表現されていると判断しました。
ついでですが、一般説によると、手前にいるのがマドンナ、つまりマリア、そして向こう側にいるのが聖アン、つまりマリアのお母さんということになっています。どんな美術書にもそう書いてあります。が本当にそうでしょうか。私、林浩司は、手前の人物はモナリザそのものの人物であると判断しています。顔を比較してみるとそれがわかります。左が聖アンナと聖母子の中に描かれている手前の人物です。そしてモナリザです。この両者を比べてみると違いがないという点で同一人物と判断します。大きなおでこ、薄い眉毛ですね。そして腫れぼったい上まぶた、目の上の表現の仕方ですね。目の下のクマ、全く同じです。で、鼻先が尖っていて鼻の穴がやや後退しています。そして笑い顔ですね。唇の端が上に上がっています。尖った顎、順に比較してみてください。独特な、おでこの下ですね。そして髪の毛の編み方も同じです。右の方はセットしてあるということになります。左の方はやや乱れているということになります。違いがないという点でこの両者は同じということになります。目の雰囲気も同じですね、要するに同じだということです。つまり左の人物はモナリザそのものであるということになります。で、モナリザというのは火星のアイオン、火星のイオンですね。時の神、不動の神ということになります。モナリザはマーズアイオンの、つまりはアナグラム、文字を並び替えてできた名前と私林浩司は判断しています。がそれだけではありません。モナリザの名前の文字を並び替えるとラミアの息子、あるいはマリアの息子ともなります。やはり同じくアナグラムということになります。つまり3つのアナグラムによってできた名前がモナリザということになりますが、こういう芸当ができるのはもう人間技ではないということです。で、その中の一つ、マリアの息子と考えると、手前の人物は実はマリアの息子ということになります。そしてその向こうにいるのがマリアということになります。話を戻します。この絵の背景に描かれているのが火星の氷冠ということになります。一般説によればアルプス山脈のどこかということになっていますが、似て非なりというところではないでしょうか。モナリザそして岩窟の聖母の絵の中にも51と書かれていたことを考え合わせるならば、やはりこの絵の背景は火星の氷冠ということになりますが、ダ・ヴィンチはこんな絵も描き残しています。糸車の聖母子の絵ということになりますけれども、この絵の背景にも大変よく似た風景が描かれているのがわかります。やはり私林浩司は火星の氷冠を表現したものだと判断しています。酷似しています。左の方が聖地な絵ということになりますけれども、絵というよりは写真に近いのではないかと考えています。色の雰囲気も全く同じです。下の写真は先ほど言いましたように火星の上空から撮られた写真ですから、その点をですね、勘案しながら比較してみてください。つまりここに描かれているのは火星の氷冠であるということになります。もうお分かりですね。いつか
君たち人間はこの事実を知る時がやってくるだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。レオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり1500年後のイエスからの私たち未来の人間に対するメッセージということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰で
どこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前、モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと。君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。You see a number of 51 hidden in secret in Leonardo's paintings, the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, and also Saint Anne with Holy Families. The number 51, which stands for the planet Mars in Jewish Gematria. Then you see a view of Mars in the background of the Virgin of the Rocks,and a panoramic view of Mars in Mona Lisa and Ailworth Mona Lisa as well. And now, why not we can see a view of Mars in the painting of Saint Anne and the Holy Families. ダヴィンチの絵、岩窟の聖母、モナリザ、そして聖アンナと聖母子の絵の中に共通して51という数字が隠し込まれています。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。だから岩窟の聖母モナリザ、そして通称ヤングモナリザと呼ばれているアイルワースのモナリザの背景には火星の様子が描かれています。となると聖アンナと聖母子の絵の中にも火星の風景が描かれていると考えてどうしていけないのでしょうか。広志林、浜祭り、ジャパン。
ヴィンチが描いた聖アンナと聖母子の絵です。この絵の中に5という数字が隠し込まれているのが分かりました。5です。で、まず皆さんに5をご覧いただきます。この黄色い枠で囲った部分の中に5が隠し込まれています。で、当初私はこの5を5番目のというふうに解釈しました。つまり5番目の惑星のことではないかということなんですね。で、5番目の惑星といいますと木星ということになります。が、木星はガスでできた惑星です。となると衛星ということになりますが、その中でも最も可能性の高いのがエウロパということになります。で、私はこの聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのは木星のエウロパではないかと当初考えました。一般にはその背景はアルプス山脈の一部ではないかと言われていますが、似て非なり、どうもアルプス山脈とは違うようです。そこでモナリザの中に51、続いて岩窟の聖母の中に51があることを知って、もう一度この聖アンナと聖母子の絵を検証してみることにしました。で、その5の右側、向かって右側に1らしき数字があるのが分かりました。私は当初これを7と思いましたが、モナリザそして岩窟の聖母の51と重ね合わせて考えてみることによって、ここに書かれているのは51であると判断しました。51です。注意深くご覧ください。独特な1ですね。欧米人の書く1です。1と左から右上に跳ね上げて、そして下に棒を落とすという51です。となるとモナリザの絵の背景、ナカンズクアイルワースのモナリザの背景に火星が描かれていたということを考え合わせると、聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれているのではないかと考えたわけです。今皆さんにご覧いただいているのは岩窟の聖母、そしてモナリザの絵の中に描かれていた51という数字です。もう一度ここで確認してください。そして左上がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている51です。比較してみてください。となるとやはり火星と関係があるということになるのではないでしょうか。そこでもう一度絵の背景を確認しておきたいと思います。聖アンナと聖母子の絵です。左下が岩窟の聖母の絵です。明るくしてみますと、そこに見えるのはまさに地下基地、あるいは水中の地下基地ということになります。そしてモナリザですけども、ヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていました。のみならず火星に生える樹木と判断されるものがその絵の背景に描かれていました。こうして火星、火星、火星とつなげて考えていったわけです。もう一度確認しておいていただきたいことはモナリザの絵の背景です。上下反転し、そして一部を拡大しますと、それはまさしく火星の大地の様子を表す風景であることがわかります。つまりモナリザの中にも火星が描かれていたということになります。ここでは簡単に比較してみますが、
左上が実際に火星で撮られた写真です。色、様子、それに岩石ですね。で、左下のモナリザの絵の中の背景はですね、これは火星にまだ水がある頃の、まあ、絵、写真ということになるのではないでしょうか。かつては火星にもこのような水があり、そして川があり、湖があったということになります。で、聖アンナと聖母子の絵の背景ということになります。最近の調査結果によると、火星の北極ポーラーにはですね、アイスキャップス、つまり氷冠があることが分かってきました。氷冠、つまり水もしくは二酸化炭素でできた氷の冠というわけです。まあ、このような氷冠があるということが分かってきたということですね。今ご覧いただいているのは火星の氷冠についての論文です。火星の北極です。このような氷冠があるということですね。そして拡大してみます。まあ、こうした氷冠があるわけですけども、つまりは氷でできた山脈ということになります。まあ、季節によってこうした氷冠が現れるということです。その一部がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景の様子と私は酷似していると判断しました。上がその氷冠です。下が聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景ということになります。比較してみてください。ただ残念なことに、上の写真はその氷冠のはるか高い上空から撮られた写真であるということです。下は聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景ということになります。雰囲気が大変よく似ているということです。つまり聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれていたのは今の段階では仮説ということになりますが、火星の氷冠の様子ということになるのではないでしょうか。 Bye for now. We see number 51 in the painting so-called Mona Lisa, which is said to be painted by Leonardo da Vinci about 500 years ago. Number 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria, and Leonardo painted a panoramic view of Mars in the background of Mona Lisa. Yes, a panoramic view of Mars in the background is there in Mona Lisa.Please give me some more time before you may say it is ridiculous, but when you see another panoramic view of Mars in the painting, which is also said to be painted by Leonardo in the painting of so-called Iris Mona Lisa or Young Mona Lisa, you be the judge and you judge by yourselfWhether what I claim here is correct or not. In this case, a term of coincidence is one of the most convenient words to be skeptics all the time. Whenever you meet incomprehensible mysteries, just saying it's only a coincidence. But the fact is that again, you seeNumber 51 in the painting of Mona Lisa, along with other Leonardo's paintings, such as Saint Anne and Holy Families, and
version of the rocks. In St. Anne and Holy Families, you see also a panoramic view of cold mountains of Martian polar ice caps, and in the right side of the painting of version of the rocks, an underground base of Mars, most probably an underground base of Mars, believe it or not. モナリザの絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアで火星を意味します。同じように岩窟の聖母、聖アンと聖母子の絵の中にも51という数字が隠し込まれていました。そしてモナリザおよびアイルワースのモナリザ、通称ヤングモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれていました。The important thing is that you see them by yourself and just these facts by yourself, or you may be left in the labyrinth of mysteries, repeating some words like this way, it is mysterious, or something like that. Just take a watch carefully. Isn't this aPanoramic view of Mars? Isn't what you see here a panoramic view of Mars? Then you may feel something else. Yes, something. Something that has not been in our mind for over 500 years. That is to say that these paintings were created with aDivine technology by those people who could taste their own flight in space, the universe. Or, this is the evidence of existence of extraterrestrials whom we may call God. Believe it or not, what I say here is true and real.You be the judge. 広瀬林、浜松シティ、ジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前、モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。